それでは読売ジャイアンツ対東北楽天ゴールデンイーグルスのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。ボールになります。コーナーを攻めます。ワンボールツーストライク。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは2番に入っている坂本。千賀、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー千賀、そしてキャッチャーは小林。このバッテリーをイーグルス打線がどう攻略していくか。引っ張った、取った、ツーアウトになりました。バッターは3番の吉田。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。次が2球目、内へ持ってきましたが外れました。ボール先行です。入れてきました。次が4球目、インコース詰まりました。ここは打ち上げています。取ってスリーアウトです。さあ、これからイーグルスが守備につきます。バッターは太田。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。初球ボール、2球目は何で来るか。いいところへ決まります。156キロ。3球目は何で来るか。低めの変化球は決まりません。4球目は何で来るか。インコース詰まりました。取ってワンアウトです。バッターボックスには指名打者の柳田。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。アウトコース打ちました。おっと、送球がそれた。アウト、ツーアウト。3番バッター坂本、ツーアウトランナーありません。初球ボール、スピードボールを持っています。これが2球目。ああ、よく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。打ちました。高い打球ライトへ。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。2回になります。イーグルスの攻撃、バッターボックスは4番柳田。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0でインサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭打席には5番バッター浅村。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、いい入り方ですね。コース球種とも文句なしです。はい、ランナースタート。キャッチャー送球してセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。このピンチ見逃して三振を奪いました。初球は何から入ってくるか。初球空振りです。落としてきましたがこれは外れます。これが3球目。ふわふわっと上がった。ここは打ち上げています。抑えてツーアウト。さあ、そして打席には上林が入ります。怖いバッターが続きますね。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。踏ん張りどころですからね。ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。ああ、外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。このピンチ空振り三振に切って取りました。ピンチをしのぎました。2回の裏になります。さあ、ジャイアンツこの回は4番から始まります。丸が打席に入ります。
ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりませんね。イーグルスピッチャーが変わります。4番を迎える場面で、外の球打った、抑えた、一塁アウト。打順は5番吉田。ワンアウトランナーありません。さあ守護神山崎がジャイアンツ打線の前に立ちはだかります。あ、これだけのピッチャーですからね、なかなか打ち崩すのはね難しいですよ。そうですね。それでも何とかして得点までこぎつけたい。インサイド打った、セカンド取った、一塁アウト。バッターボックスは6番山田。ツーアウトランナーありません。初球ボール、胸元へ決めてきました。ストライクです。149キロ、アウトロー外れます。これが4球目、ファウルです。真ん中のボール打っていった、ここはフライになっています。掴んで3アウト。3回に入ります。イーグルスの攻撃、得点圏にランナーを置いて迎えるバッターは近藤。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。まずはインコース。初球からツーシームを投げてきましたね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。いいコースだったんですけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。さあ追い込みました。ピッチャー有利のカウントですから、思い切って内側をえぐるような球を投げ込みたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。5球目は何でくるか。ファウルボールです。小宮山さん、ゲッツーを狙うにはどういった配球になりますか。できればゴロを打たせる。空振り三振、ここは投げ返しました。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですね。さあまず1球目、ファウルボールです。いいところに決めてきますね。はい、低めのストレート、ストライク、すぐに追い込みました。インサイド打った、サード取った、一塁へ、一塁アウト。ツーアウトランナー三塁二塁となりました。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。怖いバッターが続きますね。初球打ち、ショート取った、一塁送球、一塁アウトで3アウト。これから3回の裏、7番から始まるジャイアンツの攻撃、打順は下位打線に入っていきます。バッターは中村。さあここでジャイアンツダイソーを送ります。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰ればサヨナラですが、レフト前。防ぐような配球というのはあるんですか。中途半端な速さのボールだと外野フライになる可能性が高いですから、できれば強いボール、特に低めですね。なるほど、そういうピッチングが。三塁タッチもセーフ。さあ3球目は何か。大きく外れてボールです。ストライクが入りません。ストライク、ストライク。これが5球目、これはインフィールドフライ、掴んでアウト。ワンアウト満塁と変わります。さあそして打席には小林が入ります。さあアウトカウントが1つ。バッターボックスには代打のオースティン。ワンアウトになっています。イーグルスピッチャーが変わります。一打サヨナラ。劇的な決断、さよなら。代打としてこれ以上ない結果を出しました。打ったバッターはもみくちゃ。ジャイアンツがなんと劇的なさよならで勝利しました。延長でのさよならゲームとなりました。小宮山さん、代打の一振りで勝負あり、ベンチの采配、監督の采配、ピタリとはまりましたね。まあそうですね、ああいう場面で打てるということが、本当に素晴らしいと思いますね。非常に興奮した、そんなゲームでした。
引っ張ったジャイアンツ。